さて、第5期調査団の諸君、そろそろ時間だ。別れの言葉は必要ないな。この船に乗ったらもう後戻りはできない。もし覚悟が失われたのであれば、ここで引き返すことを進めよう。それではこれより新大陸に向け出航する。君たちに導きの青い星が輝かんことを。よう、もうすぐ新大陸に到着だな。あんたも準備完了。いよいよか。国を出てから長い旅だったな。あんた緊張してる？俺はそうだな、少し怖いけど楽しみ。ねえ、もしかしてあなた推薦組じゃない？奇遇、俺たちもなんだな。名前を教えてくれよ。はい、お近づきに。推薦組同士頑張ろうぜ。乾杯。五竜はなんで新大陸に向かうんだろうな。あんたは新大陸に古竜の秘密があると思う？調査が始まって40年ぐらい経つんだとさ。ギルドは俺たち5期団の派遣で古竜あたりの謎が解明されるのを期待してるらしいぜ。そういえば推薦組って2人1組が原則らしいよ。あなたパートナーとはもう会った？わかりますか？さっき突然波の音が変わったんですよね。陸が近いからかな。あなた推薦組でしょ。よろしく。さっきの話ちょっとだけ聞こえたんです。はじめまして。何を隠そう、私も。
新大陸。いいだろう。天然の門構えをくぐったその先、ここが調査団の拠点、アステラだ。調査拠点、アステラ。五機団は全員到着している。お前たちが最後だ。これで手当てする。大丈夫だよ。おい、あんたたち。ちょっとごめんなさい。無事だったのね。大変だったな。あんたたちが見当たんなかったからヒヤヒヤしたんだ。よかった。探しに行こうかって話してたのよ。なんてことなかったです。おい、手伝ってくれ。ほら。じゃあ後でな。ここが流通エリア。俺たちはそう呼んでいる。人も物もこんなに。すごいだろう。調査するハンター、研究する学者、それを支える技術者、あらゆる人と物がここに集まるんだ。まさに調査団の中枢地さ。ちょっと待ってろよ。じいちゃん、連れてきたぞ。ここが食事場さ。作戦会議の時間だな。行くか。はい。こ
痕跡は。もしや、行ってみよう。やはり奴がいる。かなり気が立っているな。あの痕跡は何だ。あんなの今まで見たことがないぞ。まさかゾラマグダラオスの。少し調べていきたいが、ひとまずじいちゃんに報告だ。戻ろう。ついたぞ。ドラマグダラオスの痕跡じゃ。行くぞ。まさかここまでとは思えない。なんとボルボロスじゃ。帰りなさい。皆さん無事ですよ。安全な場所に隠れてもらってます。じゃあ迎えに行ってきます。キャンプで待っててください。君はもしかしてゴキ団か。もうそれだけの時間が経つのか。古竜の渡る時期がまた訪れたのか。私もハンターなんだ。一騎団の。よかったら話を聞かせてくれないか。場所を変えよう。
そうか、皆に変わりはないか。よかった。学者先生たちの熱意も相変わらずだな。ところで君はあのモンスターを追っているのか。私もだ。痕跡をたどれば真実にたどり着くと思っている。そろそろ行くよ。この近くに私のキャンプがある。君たちも自由に使ってくれて構わない。それと皆に伝えてくれないか。心配はいらないと。私はこのまま導かれるに任せて進むつもりだ。もし君も導かれたのなら、全てを超えた先でまた会おう。今の方は。見たんだ。ジュラトドスじゃない。あいつがボルボロスを。時間がないぞ。気をつけろ。気合い入れろよ。守備は特艦ですか。行けるか。よろしくな。炎の印にかけますぜ。ほら手を動かせよ。やってるな。先輩、そうして。どうだ。朝までには必ず。頼もしい。いざという時頼りにしている。夜明けとともに作戦開始だ。長丁場になりそうだな、じいちゃん。日暮れまでには終わらせるぞ。
やれやれ、年かな。